阪神タイガースはなぜ34年の長い間日本一になれないのか。第2話です。こんにちは。チームを強くするにはっていうとこですね。第2話はチームを強くするにははてななんですね。で、どうすりゃいいのかって話です。ただね、阪神球団の話しても、もう34年もね、日本一になってませんから、どうやったらいいのかって、ファンも知らないですよね。で、ファンはあれなんですよ。結構ね、他の球団とかの、いわゆる結果、いわゆる経過っていうものをね、やっぱり見てないですよね。そりゃそうです。だって考えてみれば、興味ないんですよね、他の球団。例えばね、阪神が好きだってなると、もう阪神球団の中のことばっかり考えてて、いやー、もう阪神のことしか、もう寝ても覚めても、もうあれですよ、そのことしか考えてない。ところがね、なんでうちの球団34年っていうこのクソ長い時間をですね、日本一になれないんだろう。普通疑問に湧きませんか？疑問湧きません？僕は疑問湧きます。で、その疑問が何なんだろうと思いません？そう思いますよね。そう、じゃあ皆さん考えつくものは何ですか？選手ですか？監督ですか？コーチですか？スカウトですか？それともあれですか？死のロード。まあね、いろんなね、条件あるんでしょうけど、これらよりもね、やっぱり組織ですよ、組織。で、チームってどういう組織なのかって言ったら、じゃあチームの組織の一番上って誰です？オーナーですよね。で、オーナーが野球知らない。で、あんまり関心ない。そういうオーナーって、どうです？ジャイアンツに、もうみんなが言いますけどね、渡辺恒雄っていう、ね、昔オーナーやってましたね。あの方の、あれですよ、いわゆる、言動に対してみんながね、カッとなったりしたことがいっぱいありましたよね。例えば、たかが選手がとかね、そういうことを平気で言う人ですから。で、まあ一番顕著なのは、あれですね、清武問題があった時ですね。清武問題があった時に、清武問題って何かって言ったら、もう次の年の、いわゆる首脳陣を決めるっていうことで、もう契約結んじゃってたんです。それで、ヘッドコーチが岡崎薫っていうですね、まあジャイアンツの、まあ生え抜きですよ。で、その人をヘッドコーチの契約を結んでたのに、その時に GM をやっていた清武っていう人がですね、渡辺、恒雄さんにですね、ちょっといわゆる来年の首脳陣、チームの首脳陣はどうなってるんだってんで、リストを持ってこいと。で、持ってきたら、こんなのダメだと言われて、じゃあ誰をヘッドコーチにするんですかということで質問をしたら、江川はどうだと。江川はねって話になったわけです。何しろ岡崎とも契約を結んじゃってたのに、江川に白羽の矢を立てたのがこの渡辺恒雄さんですね。で、その時はもうオーナーじゃないし、もうあの人口出しできなかったんですよ、実際には。ところがあれですね、自分の一言が鶴の一声になると思ってたんでしょうね。そしたら、江川にしろと。で、理由は何だと聞いたら、悪名は無名に勝ると。すごいですね、この考え方。だから、集客するためには、炎上させちゃえみたいな、そういう、あれですよ、タイプですね。だから、本当に、なんていうんですかね、人気商売ですから、人が呼べるのは岡崎じゃない、江川だと。で、ここでも、もうすごかったですね、もう読売の中は。
清田酒さんはガーッと怒ってですね、もうふざけんじゃないと。で、まあ、記者会見やったりとかですね、もう裁判に訴えるぞみたいなね、本当。ただでも、考えてみたらね、清田酒さんって叩き上げなんですよ。なんでかって言ったら、関西の方のあれ、あの方は立命館だったかな、大学出て、社会部から上がってきた方なんですね。でやっぱりね、あれなんですよ、新聞とかそういう情報媒体っていうのは、そういう会社っていうのはですね、政治部がトップなんですね。でその清武さんなんかはもう入った時からもう、まあ、東大卒ですからね、それでもう政治部でずっと長く来たわけですよ。エリート、エリートです。でそのエリートがね、こうだん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 叩き上げて上がってきた社会部上がりのやつに、なんだっていうあれだったんでしょうね。でそこで反旗を翻されたからものすごい怒ったわけです。まあその後は僕はね、もう読売ファンじゃありませんから、どうでもいいんですけれども、とにかくですね、組織ということを考えると、なかなかですね、目の離せない、いやだから結局これ注目に値するですね、事件だったわけですよ、うん。まあ清武さんはね、追放されちゃうわけですけどね、うん。でもやっぱりあれですよね、企業ってそういう部分ではやっぱり何ですかね、読売さんだったら読売ファースト、阪神だったら阪神ファーストっていうのが当たり前なんでね、それは。まあ会社のいわゆる何て言うんですかね、利権のために社員は働いてるわけですから、そこはね、どっちが悪いというような言い方は、まあ僕ら戸様というか外野ですねからはちょっとジャッジしにくいところかなっていうふうに思います。ただ一番あれなのはね、やっぱりね、球団の編成部なんですよ。球団の編成部がすごく、なんていうんですかね、チームを良くしたいって思うためには、この球団編成部とオーナーですね、オーナーがやっぱりね、考え方が一緒じゃないとこれは良くなりません。で、なぜかっていうとね、オーナーはもうとにかくチームを管理して編成していく上での編成部がいい社員が揃ってるんであれば、それはね、もう本当に非常にあれ、何ていうんですかね、管理者としては楽ですよ。だけどね、34年間日本一になれないって、これはね、これどっか欠陥あります。これね、まずはオーナーですよ。オーナーの考え方、これはっきりし示してもらわないと。でね、去年ね、藤原オーナーって今やってるオーナーですが、なんて言ったかっていうと、もうよくやったと。で、CS も出られた。それで、いわゆる CS、クライマックスシリーズのですね、ファイナルシリーズまで行って、まあ負けはしたけど、いわゆる関東賞並みの貢献はあったんじゃないかと。でもね、悪いけどね、あれでファン喜びました？いやー、僕ね、東京は、まあ、ドーム最後の試合行きましたよ。本当に。ヤフオクでチケット買って。本当、あれでしたね。惜しいとも言えないようなね、もう なんだか希望もないような負け方ですよ。もう本当に、なんか規定路線みたいな。でね、ああいう試合を見せられたファンってどう思うんでしょうね。本当、僕はもうね、なんとなくね、もう、あの試合見てて、でやっぱりね、本当にこのチーム勝つ気あんのかなと、やっぱり思っちゃうファンがやっぱりいますよ。だから一番あれなのは、やっぱり球団編成部にエキスパートを入れないとダメだということですね。昔の西武ライオンズがですね、根本睦夫という非常にですね、いわゆる選手経験もあり、
あれですね、選手経験もあり、まあ、現場の、あの現場のこともよく知り、そして編成部、いわゆるフロントですよ、フロントにもいて経験があり、でそういう人がどういう、ね、人事をしたかっていうと、最初にね、その広岡さんを持ってきた、で広岡さんでなんとかこう、なんていうんですかね、チームをこう作る、まあ最初はね、根本さんが最初にやってたんですけど、監督をね、その後にじゃあ自分はフロントに入って編成をする、編成をする上で、いい監督をということで広岡さんを持ってきて、その広岡さんのいわゆる参謀として、いわゆる森さんですよ、その広岡さんの野球をですね、ずっとこう、ま、目の当たりにして勉強をするというタイプの人を次の監督に持ってきて、でまたこれがですね、西武の黄金時代作りましたよ、ものすごい強かったですからね、一時は秋山清原デストラーで、もうこのクリーンアップ、もう恐怖のクリーンアップですよね、もうすごい打ちましたから、だからそれがね、一過性じゃなくてやっぱり連覇してったわけですよ。でそれをやっぱり見るにつけ、あ、やっぱりこれはね、本当に編成部のあの根本さん、あの方のですね、考え方、それからそれをきちんとですね、汲み取って、采配を続けた広岡さん、森さん、こういったところがね、やっぱりあれですよ、育てるっていう部分からしてやっぱり盤石だったってことですね。で森さんの後だってね、伊藤監督になり何々勝ってきましたよ、ずっと、もう日本シリーズの常連みたいなとこで、今になったらソフトバンク強いですよ、だけどね、西武ライオンズはパリーグ制覇2連覇してますね、そういうようなもう希望が持てるチーム、そのチーム作り、これはねやっぱり現場の経験と、それからフロントの経験があって、そして球界を大広く見て、じゃあどういう人事ができるのか、こういう人をやっぱり入れないと勝てないですよ。でそれをね、なんだか知らないけど球団生え抜きばっかりこう、なんていうんですかね、蜘蛛の糸じゃありませんけど引っ張り上げて、それでいてそういう OB ばっかりね、使うっていうのはちょっとおかしいですよって。だって2003年ね、悪いけど星野あ遠ざめですよ完全に。その前は野村監督でしょ、でね、違う地入れないとなんて言ってやってましたけど、まあ、そうじゃないんですよね本当は。だって野村監督がなぜ結果出せなかったかっていうと、その時のオーナーが熊オーナーですよ。熊オーナー何してたかっていうと、私野球に興味がないって、これね野村監督も言ってます。それから星野監督も同じようにね、同じ質問してます。で2人とも呆れ返ってます。だからやっぱりオーナーが勉強する。ここで僕ね一番言いたくないのは、巨人のね渡辺恒雄さん、あの人だって全然野球に興味なかった。だけどね、業務って自分の業務になったんだから、興味もないもん、減ったくれもない、それ言っちゃいけないんですよ。じゃあね、自分が働いてるところで自分のね職場のことをあれです、卑下するような人がいたらやっぱりね嫌ですよね。お宅の会社はあんな職員しかいない、あんな社員しかいないとかって言われるとやっぱり嫌ですよね。で逆に言ったら褒められたら嬉しいじゃないですか。ってことは何かって言ったら、自分ところのトップがね、自分ところの業務一生懸命勉強してなんとか追いつこうとかっていう気持ちに なるでしょ普通は。だって自分はそこへ配属されたわけなんだから。それがね平気で言ってました、あの人。僕はあの人大問題だと思いますね。それをね、僕人間性言ってんじゃないですよ、だけど業務に対する姿勢、これはもうはっきり言って繋がっちゃいますよ。トップがね、うん、俺野球に興味ないんだって、あんた、いや、プロ野球の球団のオーナーでしょ、それをね興味ないなんて言ってるんじゃね、強くなるわけないじゃないですか。だから暗黒時代ね、あの人 のオーナーやってる時ずっと負けっぱなしじゃないですか。それをね、なんだか知らないけど選手のせいとか言ってるけど、でもね、みんな編成部にだってスカウトにだってね、もう影響は本当にありますよ。
それをね、なんだか知らないけど、普通はね、あのマスコミの前でもね、口にしちゃいけない言葉です。自分の業務なんですから。だからチームを強くするには球団編成部にエキスパートを入れろってことですね。で、そのエキスパートが来るようなオーナーと球団社長、このいわゆるですね、ツートップがあれです。きちんと勝つっていうことにね、やっぱり理念を置かないとダメですよね。そうしないと勝てません。本当。で、これがね、本当に徐々に良くなってるのかって言ったら、それ分かんないですね。本当に疑問に残ります。なぜかって言ったら結果だから。プロ野球結果ですからね。去年3位ですよ。で、その3位だって、もう5割ギリギリ。本当に5割ギリギリでクライマックスシリーズで、ね、ファーストステージ勝ったって言ったって、ね、自分たちの得意技の横浜スタジアムだったわけでしょ。まあね、ほんといろんなこと言いたいですよ。だけどね、バカにしてるんじゃない。気持ちがあるから言ってるわけ。だから、ファンなんて何にもできませんよ。ファンなんか何にもできない。だから、ファンの言ってるたわごとかもしれない。ただの遠吠えかもしれない。だけど、これ言わなかったら治りません。みんなで声にして言いましょうよ。オーナー、何が大事ですかってことです。やっぱり、勝つことでしょ。勝つことが最大のファンサービスなんですよ。で、まあ、ね、逆転負けとかサヨナラ負けとかありますよ、それたまに。ね、まあ、たまにって言わないですけど、そういうこともありますよ。だけどね、やっぱり希望が持ちたい試合にしてほしい。で、これは何かって言ったら、オーナー、あなた、忘れないでください。あなたが持つ情熱がチームに移ります。はい。じゃあ、第3話でお会いしましょう。